石色。駆け出したあてもない場所へ、見たことのない明日に向かって踏み出した、すべて脱ぎ捨てて置いてかないで、まだ知らないの、触れてみたいの私の色。夢見てる君のそばにいたいと願って、また夢見ているの、いつでも笑わせてあげるよ、私の君じゃなく君だけの私になりたいよ、いつか正解を生きている人なんていないはずだし、この気持ちが不正解でも、それでもきっと私だけの真実だから、まだここで遊んでてね。離れ離れ、春が来ても夏が来てもあなたと二人寄り添っていたいから、瞳の奥の本音を覗いては望んだ、紡ぐ音もまとう空気も宝物だよ、どうか笑っていて、離れ離れになっても遠くから手を取って、レジスタンス。今レジスタンス、欲しいもの掴んで、自分の意志は自分だけのもの、偽らないで、鳴らせレジスタンス、明日はわからない、だからもうお父さんわがままに生きて、貧しさの先に最高のゲットアウト。アレリケーター振りかざせ、大声あげたもん勝ちの人生、くじけるなその背中に刻むんだろう、ほら絶対負けないって、プライドだって誇ればいいじゃん、泣き顔も笑い飛ばしていくんでしょ。君と奏でる五線譜。キラキラ音の波に乗って君のそばに飛んでいくよ、いつでも聞こえる、届いてる、君のことを見つめてる、一人でなんて泣かないで、一緒に覚めない夢を見よう、道はほら続いてるから、同じ方向向いてこう。姫とひなが自分で作詞をしたソロ曲を集めたミニアルバム、姫&ひなファーストミニアルバム、せーの、会いたい二等身。みんなもう初回豪華版予約してくれたかな、してくれたかな、まあ曲の詞もそうなんだけど、アルバムタイトルとかもね、もう悩みに、すごい悩んで、もう悩まれて悩ま思い思われ振り振られまあ作ったアルバムだからね、うん、みんなに絶対手に取ってほしいなって思ってる、キービジュアルとかさ、特典ももうって考えたもんね。考えた。鈴木特定委員長、今回の内容はどのようなことが集まっているんですか。初回豪華版にはなんと会いたい二等身書き下ろしのイラスト特装ケース、姫ひな万年筆風ボールペン、カチカチ
ミニクリアファイル、うん、そしてそしてこれらをすっぽり入れて通勤通学できる会いたい二等身ナップザック通勤するの？そうだよ、通勤もだよ。そうなんだ。それとね、全4種類から1種類ランダム封入の制服メモリアルカードもあるんだよ。委員長、これは盛りだくさんですね。そうですわよ、特典は100点満点の内容でございますことよ。満点の特典はさ、特典の特典じゃなくて点数の方の特典だよね。発売日は2月14日、バレンタインデー。ね、あの姫とひなのね、うん、あのチョコの代わりにね、真心込めたね、6曲受け取ってほしいと思ってるよ、うん、そう。そうだ、実はね、ボーナストラックにこだわりのボイスドラマが入ってるからね、これはね、CD でしか手に入らない秘密のボーナストラックだよ。ああ、ボンチェキ、ボンチェキ、ボンボン。何してんの？ボイスドラム。まだね、200回、あ、200回じゃない。まだ18回。覚えたいなっちゃう。まだ200回、もう。まだね、未公開の2曲も含めたこのアルバム、うん、先行配信は2月11日金曜日の0時から iTunes とモーラ入れずにて開始だよ。あ、そうだ、豪華版にはさ、店舗特典もあるんだった。そう、結構もう説明しきれないほどね、もういろんな特典があるから、ね、詳しくはね、特設サイト見てね。いやー、アクリルアートもジャケットもブロマイドもバッジもカードもカバーもタペスリもケースもしきりも全部欲しい、全部欲しいの。落ち着いて、落ち着いて、大丈夫？みんなもね、落ち着いて、住所入力して、ポチッとなってしてね。バレンタインデーお楽しみにね。次では、ごきげんよう。